アガスティアの彫像、アガスティアの葉は、紀元前3000年頃に実在したとされる、インドの聖者、アガスティアの残した予言を伝えるとされる葉のこと。聖者アガスティアが太古に残した個人の運命に対する予言が書かれているとされる葉。南インドのタミル語文化圏に保管されているという。その葉は、古代タミル語で書かれており、ナディリーダーと呼ばれる人たちが現代タミル語に翻訳する。 この葉を読むことができるのは、10歳前後から6年以上かけて特別な訓練を受け、代々なディリーダーとして運命づけられた人だけという。日本においては、1993年、青山慶州の著作、理性の揺らぎで紹介されたと言われており、一時ブームとなり、マスコミにも代々的に取り上げられていた。実際には、理性の揺らぎに、アガスティアの葉の記述はなく、 1994年、青山慶州の著作、アガスティアの葉、運命か自由、意思か、そして星の科学とは何かで初めて日本で紹介された。この占いを受けに行くツアーや、占い結果を入手できるという通信販売もあったようである。深野和幸著のアガスティアの葉とサイバーバの奇跡によると、アガスティアの葉は保存のためにオリジナルのものから書き写され、 現在、13ヶ所の館と呼ばれる場所で保存されているという。また、自分の歯を探すには、その他の個人情報を伝えずに、男性は右手の親指の指紋を提出し、女性は左手の親指の指紋を提出して、自分の歯を探す。人類の指紋が108種類に分類され、それがさらに4つの分類に区別されていることで、各個人の歯を探すことができるのだという。 アガスティアの葉を保管すると称するものは複数あり、顧客に様々な質問をしたり、待合室での会話を盗み聞きすることで情報を得るという占いの上等手段が用いられていると言われている。また、青山慶州は著書、アガスティアの葉の中で指紋をあらかじめ葉を保存をしている館に提出して、再度予約をして葉を探しに行く必要があることを記述している。 不可の数行は、著書、アガスティアの歯とサイバーバの軌跡の中で、館によっては、予約をする際に、個人情報を伝える必要があるところもあり、そのような館では、歯の信憑性が疑われることを記述している。予約をせずに行くと、自分の歯がないこともあるという。パンタフエフキは、アガスティアの歯に関する、否定的な体験を綴った本を出版している。 青山慶州は自分が紹介したアガスティアの刃が詐欺に使われたことについて2009年に再販したアガスティアの刃、完全版未来の行方、それは運命か、それとも自由意志かの中でその経緯と詐欺を行っていた人物について書き加えて騙されないように注意を促している。ありがとうございます。